ではまずは2人ずつ進めていきたいと思います。 1,2 番の方、お一人ずつ座ったまま簡単な自己紹介をお願いします。はじめまして、あるある大学を卒業しました紫式部と申します。その在学中は日本史を勉強していて、そうですね、プロジェクトでリーダーを、あ、いや、チームでそのうまく進めたというか、なんて言うんでしょう、あ、すいません、緊張してしまって、でも頑張ります、よろしくお願いいたします。うわー、緊張しすぎてやらかしてんなこの人。大丈夫ですよ、リラックスしてくださいね。では次は2番の方どうぞ。聖徳太子と申します。在学中は実業プロジェクトでチームリーダーを務め、100名のメンバーをまとめながら課題に取り組みました。この経験を生かし御社でも貢献できればと思っております。本日はよろしくお願いいたします。え、そうだったっけ。確かそのプロジェクト達也がリーダーだったんじゃない。あとメンバーも3人だったよな。あ、そうだ、すいません、間違えました。で、確かそのプロジェクト俺最終的にやる気なくして脱退した覚えがあるんだけど、違ったかな。そうですね、みんな反対意見ばっかり出して代替案がなかったんで本当にイラッとしましたよ。だよな、あいつらふざけてたよな、思い出すだけで腹立ってくるよ。え、てかなんで知ってるんですか。君、今は面接中だぞ、逆質問を慎みなさい。あ、すいません、気をつけます。ではお二人はなぜこの会社に応募しましたか。正直に言うと家から近くて通いやすかったからです。それ言っちゃダメだろ。あ、もちろん記者は尊敬しています、すみません。他にも志望動機は、その会社の名前がかっこいいなって思って。あ、もちろんそれだけじゃなくて、すみません、本当にすみません。やば、この人絶対受からないでしょう。大丈夫ですよ、緊張する気持ちはよくわかります。正直な気持ちを聞けて嬉しいです。弊社には正直な人材が必要ですからね。いや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 、この人なんでこんなに優しいんだよ、心広いな。では2番の方、志望動機をお願いします。私が御社を志望した理由は、まず第一に、エンタメ業界における御社の革新的な取り組みに強く惹かれたからです。特に最近プロジェクトにおいて新しい技術を導入し業界全体に大きな影響を与えたことを知り、そのチャレンジ精神に共感しました。おー、いいね、 AI に考えてもらったセリフ一言一句間違えずに言えたじゃん、さすが。ほっとしました、本当 AI って便利ですよね。じゃあ次はあなたの強みと弱みを教えてください。私の強みは朝早く起きられることです。ちょ、落ち着いてリラックスしろよ、そういうことじゃないから。それだけじゃなくて、たまに人に道を聞かれたりするので、多分親しみやすい雰囲気を持ってるのかなと思います。それから弱みはチョコレートが好きすぎてついつい食べ過ぎちゃうことです。あれ、強みと弱みってこんな感じでよかったんでしたっけ。いやいやいや、いいわけないだろう、何言ってんだ。素敵です、道を聞かれるということは信頼されている証拠ですよ、親しみやすく頼りがいがあるということです。なんでやねん。では2番の方お願いします。僕の強みは逆境に耐える力だと思います。大学生の頃、祖母が他界した時は本当に辛くて何度も投げ出したくなりましたが、乗り越えることができました。その経験からどんなに苦しい状況でも前を向いて進み続ける力を養いました。そうだったね、就活の最中おばあちゃんが他界してほんと辛かったもんな。よく頑張ったよ俺。え、どうしたんですか急に。うん、あ、死後は慎みなさい。あ、すいません。あと弱みについてですが、祖母が亡くなってから何でも一人で抱え込んでしまうようになったことです。周りに頼るのが苦手で。いいんだよ、ゆっくりでいいんだ、焦るな、俺ならできるから。俺なら。では最後に好きな漫画があれば教えてください。私は読むより書く派なんです。え、マジですか、すごいですね。だろう、式部さんはすごいんだよ、将来人気作家になる逸材だからね。え、あ、いや、なんでもないです。では2番の方は。はい、ワンピースが大好きです。ああ、ワンピースね、面白いよな。ワンピースの正体教えてあげようか。
え、もしかして考察系ですか？いやいや、最終回まで見てきてるからね。知りたい？え、知りたいですけど。でもなぁ、ネタバレしたら楽しみが減っちゃうから。やっぱやめとこう。あ、はい。なんだこのおっさん。では、面接はこれで終わりです。時間を止めますね。え、時間を止める？はい。今時間を止めました。横を見てください。テレビ電話の画面がフリーズしているかのように見えるでしょ？今、私とあなたしか話せない状態です。他の人は時が止まっています。いや、全然意味がわからないんですが、まあいいでしょう。私は20年後の未来から来た、未来のあなたです。大事なことを伝えにここに来ました。未来の俺？だから俺の昔のことまで知ってたのか。で、何を伝えたいんですか？三つあります。まず一つ目、私はもうすぐ未来の世界に戻らなくちゃいけません。二つ目、隣にいる女性は3年後あなたの妻になります。隣？左だったらめっちゃ嬉しいけど、右は、いや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 、それはないでしょ。どっちなんですか？それめっちゃ大事なんですけど。そして三つ目は、明日のロト6の当選番号は消えた？本当に未来から来てたのか？いやいやいや、今のが一番大事だろう。当選番号何番だったんだよ。いや、それよりもお嫁さんどっち？キブちゃん。